業者よ、こたびはいかなる選択をなすのか。潮の行き先は分からずとも、この一戦どうか見届けてくれ。祭りごとをなすのは徳を重んじる者、覚えましたか？はい、祭りごとも他と同じです。民のためになる者こそ徳となります。霊院の任に就く者には名が与えられる。これからは君子と名乗るがいい。この世は汝の目にどう映る？暗くて明るい、この場所と同じです。でも目に入る全てが黒くても、ろうそくは光を放って火を灯す。たやすいことではない。はい、だからこそこの暗闇の中で一層明るく見えるのだと思います。先は我の領域、そこで婚礼院の挑戦を待ち、本州の未来を決めるとしよう。漂白者、この門はあなたにしか開けられない。未来の鍵はあなたの手の中にある。この門が開けば今週は運命の一戦に挑むことになる。最良の結果は今週が力を身に宿し、時間の乱れを正すこと。そうすれば誰も犠牲にはならない。最悪の結末は彼女が力を使いすぎてしまい死んでしまうこと。でも俺が門を開けなければ、あなたは最後の力を使い、今週全体の時間を停止させる。その通り。さあ、あなたの選択を示せ。漂白者。この時のため、長い間準備をしてきました。もう今週の風景が見れないのかもしれないと思うと寂しいですけどね。でも要はそのためにここへ来た。今週の人々が大好きな美しい景色のため、今日に至るまで今週の民は幾度となく血と涙を流し、交流の安寧を守ってきました。その今週を待っているのは輝かしい未来であるべきです。だから世は今週として、今週の民として、婚礼院として、その未来を守ります。漂白者、始めましょう。